こんにちは。本日は私が固定回線化している楽天回線の2023年12月の通信速度とピング値を測定した結果についてお伝えします。測定環境はこちら。テザリング用スマホ、ファーウェイノバライト3プラス。測定した機器、iPad Pro 第3世代。測定ソフト、スピードテストというアプリです。測定期間、2023年12月1日から2023年12月31日。ただし、12月1日を除きます。測定項目は、ダウンロード速度、アップロード速度、ピング値です。そして、こちらが、2023年12月の測定結果とそのグラフになります。左側が表で、右側がグラフです。左側の表は、項目が日付、ダウンロード速度、アップロード速度、ピング値です。そして、左側の表をグラフ化したものが右側のグラフになります。そして、2023年12月のダウンロード速度、アップロード速度、ピング値の平均値はこちらのようになっています。2023年12月の平均値、ダウンロード速度 94.7Mbps、アップロード速度 47.1Mbps、ピング値は 27.3mm です。そして、2021年4月から2023年11月までの平均値はこちらです。コンピューターによる音声でお伝えします。2021年4月の平均値。ダウンロード速度 91.0Mbps。アップロード速度 37.7Mbps。ピング値 27.4mm。2021年5月の平均値。ダウンロード速度 87.9Mbps。アップロード速度 39.4Mbps。ピング値 26.2mm。2021年6月の平均値。ダウンロード速度 90.0Mbps。アップロード速度 41.8Mbps。ピング値 26.5mm。2021年7月の平均値。ダウンロード速度 89.6Mbps。アップロード速度 39.9Mbps。ピング値 23.8mm。2021年8月の平均値。ダウンロード速度 96.7Mbps。アップロード速度 46.3Mbps。ピング値 21.6mm。2021年9月の平均値。ダウンロード速度 90.9Mbps。アップロード速度 41.0Mbps。ピング値 35.0mm。2021年10月の平均値。ダウンロード速度 90.7Mbps。アップロード速度 38.7Mbps。ピング値 28.4mm。2021年11月の平均値。ダウンロード速度 82.7Mbps。アップロード速度 34.4Mbps。ピング値 52.7mm。2021年12月の平均値。ダウンロード速度 83.8Mbps。アップロード速度 23.7Mbps。ピング値 31.8mm。2022年1月の平均値。ダウンロード速度 83.1Mbps。アップロード速度 36.0Mbps。ピング値 35.1mm。2022年2月の平均値。ダウンロード速度 74.8Mbps。アップロード速度 41.1Mbps。ピング値 28.0mm。2022年3月の平均値。ダウンロード速度 67.7Mbps。アップロード速度 41.2Mbps。ピング値 28.5mm。2022年4月の平均値。ダウンロード速度 71.9Mbps。アップロード速度 40.1Mbps。ピング値 33.7mm。2022年5月の平均値。ダウンロード速度 76.8Mbps。アップロード速度 40.8Mbps。ピング値 28.5mm。2022年6月の平均値。ダウンロード速度 74.8Mbps。アップロード速度 40.8Mbps。ピング値 29.6mm。2022年7月の平均値。ダウンロード速度 82.0Mbps。アップロード速度 40.8Mbps。
ピン口 27.4ms。2022年8月の平均値。ダウンロード速度 80.2Mbps。アップロード速度 40.5Mbps。ピン口 27.9ms。2022年9月の平均値。ダウンロード速度 74.4Mbps。アップロード速度 42.2Mbps。ピン口 27.2ms。2022年10月の平均値。ダウンロード速度 93.2Mbps。アップロード速度 39.6Mbps。ピン口 35.8ms。2022年11月の平均値。ダウンロード速度 96.6Mbps。アップロード速度 43.4Mbps。ピン口 35.1ms。2022年12月の平均値。ダウンロード速度 79.9Mbps。アップロード速度 41.6Mbps。ピン口 28.4ms。2023年1月の平均値。ダウンロード速度 78.2Mbps。アップロード速度 42.4Mbps。ピン口 26.7ms。2023年2月の平均値。ダウンロード速度 70.4Mbps。アップロード速度 48.4Mbps。ピン口 26.6ms。2023年3月の平均値。ダウンロード速度 92.1Mbps。アップロード速度 37.9Mbps。ピン口 27.1ms。2023年4月の平均値。ダウンロード速度 100.0Mbps。アップロード速度 41.7Mbps。ピン口 28.2ms。2023年5月の平均値。ダウンロード速度 96.6Mbps。アップロード速度 43.5Mbps。ピン口 26.9ms。2023年6月の平均値。ダウンロード速度 103.2Mbps。アップロード速度 48.7Mbps。ピン口 27.1ms。2023年7月の平均値。ダウンロード速度 96.9Mbps。アップロード速度 42.0Mbps。ピン口 27.9ms。2023年8月の平均値。ダウンロード速度 105.7Mbps。アップロード速度 46.0Mbps。ピン口 30.8ms。2023年9月の平均値。ダウンロード速度 105.4Mbps。アップロード速度 51.9Mbps。ピン口 26.2ms。2023年10月の平均値。ダウンロード速度 105.6Mbps。アップロード速度 54.2Mbps。ピン口 31.6ms。2023年11月の平均値。ダウンロード速度 103.8Mbps。アップロード速度 47.8Mbps。ピン口 32.4ms。まず最初に2023年12月のダウンロード速度、アップロード速度、ピン口の平均値について。ダウンロード速度は前月より 10Mbps 以上遅くなりました。アップロード速度は前月とあまり変わりませんね。そしてピン口は前月よりも少し良くなっています。いかがでしたでしょうか。2023年12月の楽天回線の固定化線化の状況ですけれども、総合的に見ると特に問題はありません。冬になると気温が下がるので通信速度が少し悪くなるのかなという感じはしますけれども、通信速度の低下が本当に気温低下によるものかはわかりません。ただ通信速度が多少変動したとしても実使用上は特に問題になることはありません。以上で本日の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。